東京が長年抱える大きな悩み、通勤ラッシュの解消につながるのでしょうか。小池知事肝煎りで進める朝の出勤時間をずらして通勤ラッシュを緩和する取り組み、時差ビズが今日始まりました。毎朝のつらい満員電車、都会で働く人たちの大きなストレスを解消しようというプロジェクトが時差ビズです。午前8時ごろ、都営地下鉄では早朝に出勤する人たちに飲み物を配り、取り組みを PR するキャンペーンが行われ、プロジェクトを主導する小池知事も視察に訪れました。時差ビズは通勤ラッシュの時間帯を避け、早朝や少し遅い時間帯の通勤を促すもので、およそ260の企業が参加し、朝早く出勤した従業員に朝食を無料で提供するなど、さまざまな取り組みを行います。いろんな企業の方々、そして私ども東京都連携しましてね、働き方を変えていって、生産性を上げて、そして満員電車から少しでも解き放たれるということがポイントの時差ビズであります。国土交通省によりますと、都内にアクセスする電車の主要区間の混雑率は軒並み朝7時半から9時の間が最も高くなっています。混雑率のトップは JR 総武線の錦糸町駅から両国駅、東京メトロ東西線の木場駅から門前仲町駅で、それぞれ 199% です。通勤途中の人たちに話を聞いてみると、もうきついです、めちゃくちゃ満員電車なんで貧血を起こしながら来てます。やっぱり朝暑いと、なんか半袖のベタベタしちゃってぶつかるだけで、そう嫌なんでやってほしいんですけど。時差ビズの開始を受け、鉄道各社は今日から朝の臨時列車を走らせるなど、通勤ラッシュの解消に向け対応に乗り出しました。このうち東京メトロは21日までの平日に、東西線と半蔵門線で朝6時台の列車の運行本数を増やします。素敵ですね。また鉄道の運行とともに時差ビズ普及の鍵を握るのが、働き方を変える取り組みです。こちらのシェアオフィスは、契約する従業員が出勤前にこのスペースで事務作業をすることで、ラッシュの時間帯を避けて通勤できるといいます。 Wi-Fi 環境とかなんかはあります。もうここは高速 Wi-Fi が通っているので、まあ、都庁よりも早いかも時差ビズの定着に向け、知事は次のように分析しています。クールビズも地球温暖化対策という大義と、それから皆さんが楽だという共感が伴って、今回のこの時差ビズもですね、大義とすれば生産性を上げるということもありますけれども、一方でやっぱり働きやすさという共感が広がれば定着していくのではないかなと思っています。また働き方改革を進めるため、町田市は都内の区市町村で初めて勤務時間の選択肢を増やす制度を導入しました。今月から標準の勤務時間となる午前8時20分から午後5時5分の前後で4つの時間帯を設けています。7時半に変えました。朝こう準備がしっかりできれば1日が効率よく仕事できるので、それでこう早く帰れれば、帰ってから子どもと過ごす時間を確保するためにその時間設定にしました。早起きをさせなくて済むので、少し子どもたちも体力的にいいかなと思っています。今月すでにおよそ100人が制度を利用しているということです。時差ビズの定着には、私たちが働き方への意識を変えていくことが必要と言えそうです。通勤ラッシュなくしましょう。